お待たせいたしました、皆さんこんにちは。こんにちは。今日の寒い朝、寒かったんですがね、こんないい天気になりまして、昨年と比べますとですね、ものすごくいい日和っていう形になります。今日の鷹狩りのイベント多数お出かけいただきまして誠にありがとうございます。ただいまからですね、29年度真っ白城の鷹狩りを開催いたします。本日の司会ですね、 NPO 法人夢空間真っ白の街と心を育てる会、事務局長の三田と申します。よろしくお願いいたします。開会の挨拶なんですが、今回ですね、主催はね3社ですかね、NPO 法人夢空間並びにゴールドマッスルクラブ、それから真田会、この3社で、試合をしております。今回ですね、3社を代表しまして NPO 法人夢空間の香山理事長の方からご挨拶させていただきますので、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。大変ご多忙のところをこの鷹狩りにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。この真っ白城でですね、鷹狩りをやったのは今年で3回目なんですよね。で、1回目はちょっと雨が降ってしまって、実際の出演がこの場所ではできなかったんですけど、昨年はですね、サラダマルブームでもって大変な盛況でもって、800人ぐらいの方々に集まっていただいたんです。ところがあまりにも集まりすぎちゃって、後ろの方に行った方は見れなかったよというお声がございましたので、今年は改めてもう一回やろうということで、開催をしたわけでございます。まあ、この開催にあたってはですね、諏訪流法要法術の保存会の皆様方のご協力いただきながら、企画は長野県短期大学の日本文古典文学研究室日本松先生を中心として、開催をしていただいたわけでございます。日本松先生はですね、真田、信之さんの鷹狩りのこう文献なども分析しながら、また今年はですね、松本城の方でも法要術を開催されたといったようなことでもって、だんだんこの信州松代でもですね、この鷹狩り法要術といったものがですね、実際に行われたといったことが、こうだんだん解明されてきたわけでございますので、ぜひその頃と当時を思い浮かべながらですね、今日は見ていただければありがたいかなと、そんなふうに思います。そしてまた、これはですね、毎年開催されるような形でもって、真っ白に定着していけばいいかなって、そんな願いを込めて開催させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではですね、これから鷹狩りの進行を行っていただく先生方をご紹介いたします。公立大学大学法人静岡文化芸術大学文化政策学部教授の二本松康弘さんでございます。それからもう一人ですね、鷹狩りの説明をしていただく長野県短期大学で、日本文化専攻准教授の二本松康子さんです。よろしくお願いします。このお二人ですね、ご夫婦でございます。よろしくお願いいたします。じゃあ、進行の方ですね、安子さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。皆様、本日は松代城の鷹狩りにご観覧くださり誠にありがとうございます。私は今、ご紹介に預かりました、本日、解説を務めさせていただきます長野県短期大学の二本松康子と申します。改めましてどうぞよろしくお願いいたします。それでは、これから諏訪流法要術の実演をご覧いただきますが、実演に先立って皆様にぜひともお願いしたいことがあります。鷹と言いますと強そうなイメージがあるんですけれども、実はとても神経質でデリケートな、警戒心の強い生き物なんですね。ですから鷹の苦手なものを4つこれから申し上げますので、どうかご注意いただければと思います。1つ目は、見た限りではいらっしゃらないようにお見受けしておりますけれども、犬です。ワンちゃん、犬です。犬がいると鷹は怖くて飛べなくなってしまいます。ですから、誠に申し訳ございませんが、犬をお連れになってのご観覧はご遠慮いただければと思います。それと2つ目、
これもお見受けした限り特に問題ないかと思うんですけれども、念のためはしゃいで走り回る小さなお子様です。お子様見ていただくのはとても、実演見ていただくのはとてもありがたいんですけれども、鷹は予測できない動きがありますと、それだけで緊張して飛べなくなってしまいます。ですから、今日、ご参加いただいております良い子の皆さんは走り回ったりしないでくださいね。それから、3つ目、これもお見受けした限り大丈夫かと思うんですけれども、鷹は自分より高いところから見下ろされると怖くて飛べなくなってしまいます。ですから、本日は、実演の間だけは、恐れ入りますが鳥居の上には登らないようにお願いいたします。しつこくて申し訳ありませんが、4つ目でこれで最後です。鷹は目がいいのでカメラのフラッシュに光にびっくりしてやっぱり飛べなくなってしまいます。写真撮影はご自由にしていただいて構いませんが、フラッシュは光らないよう何卒ご配慮いただければと思います。1つ目は犬、2つ目は走り回るお子様、3つ目は土塁の上、そして4つ目はカメラのフラッシュです。何卒、ご協力お願いいたします。鷹が緊張して飛べなくならないように、よろしくお願いいたします。それと今回は鷹の自然のあるがままの姿をご理解いただくために、生きた鳩を獲物として使用する予定です。ちょっと残酷に思われるかもしれませんが、使用する鳩はもともと鷹の餌用として仕入れたものであり、鷹はそういった肉しか食べることができないのです。ただ実演では鳩にはできる限り苦痛を与えないように配慮しています。私たちはお肉を食べなくても野菜だけでも生きていけますが、鷹は完全な肉食動物ですから、それが自然のあるがままの姿としてどうかご理解ください。今回、法要術の実演を披露していただきますのは、諏訪流法要術の、皆さんです。皆さんの、ご紹介をさせていただきます。まず、一番向こう側の、今頭を下げてくださいました、方は諏訪流法要術の前の宗家である田子守善次郎隆です。田子守さんは東京にお住まいで、隆城ではなくさらにその上の隆氏という職です。アラブの王族やヨーロッパの上流階級の人たちとも一緒に鷹狩りをしたりする世界的にも有名な鷹氏鷹城さんでいらっしゃいます。そして田子守鷹氏が据えているのはオスの大鷹でありまして、大鷹というのは日本の鷹狩りでは最も優秀のある鷹です。実は大きいから大鷹というのではなくて、大人になると胸の色が青みがかってくるので、もともとは青鷹と言います。青鷹が大鷹になりました。源氏物語の中に出てくる鷹狩りなどはこうした大鷹ですし、真田信之公などの戦国武将たちが好んだのもこの大鷹であります。続いて、田子守鷹氏の隣の女性ですけれども、諏訪流の現在の宗家、2年前に田子守鷹氏から第18代宗家を女性初で受け継がれた大塚紀子鷹城です。大塚鷹城は千葉にお住まいで、世界の鷹狩りの中心であるアラブ首長国連邦の国立 アブダビファルコンホスピタル、なんと国立の鷹専門の病院があるんですけれども、そこでも研修を積んできた国際派の鷹城です。外国の鷹城たちとの親交も広いんですよ。そして大塚鷹城が据えていらっしゃるのはオスの桃若のすりハリスホークと
という鷹の種類です。このハリスホークというのはノスリという鷹の一種で、日本名ではモモアカノスリと言いまして、英語でハリスホークです。南アメリカ原産で、20世紀になってから鷹狩りに使われるようになったと言われています。鷹狩りの中では比較的歴史が浅い種類ですかね。ただ大変人間に懐きやすく、またデリケートな大鷹と違ってストレスにも強いので、鷹匠の入門編として使われる種類でもあります。そして3人目、同じく女性の鷹匠さんですが、稲田早苗鷹匠です。稲田鷹匠は東京にお住まいで、3歳の可愛いお子様がいらっしゃるママさん鷹匠です。で、稲田さん鷹匠が連れてらっしゃるのは、メスの大鷹でして、猛禽類はおしなべてそうなんですけども、オスよりメスの方が体格がいいんですね。とても立派な、ふっくらとした、大鷹を据えていらっしゃいます。そして最後、真打ちとも言うべきでしょうか。真打ちは宗家かもしれませんが、一番手前にいらっしゃるのは、篠田拓也鷹匠さんです。篠田さんは、現役の女子高生で山梨県の高校に通っていらっしゃいます。まだお若いんですけれども、とても腕がよく、将来が楽しみな、鷹匠さんで、これから鷹匠を目指して、研鑽を積まれていかれる方です。はい、では、以上、私からの紹介は、ここまでで、では、宗家の大塚さんに一言、お言葉をいただきたいと思うんですけれども、こちらに来ていただいてよろしいでしょうか。皆さんおはようございます。昨年以来ですね、また本年もこちらに呼んでいただけましたこと、大変光栄に思っております。私たち諏訪流は、徳川幕府から、徳川家並びに明治政府に仕えた、継承者に伝承された諏訪流の技術を、今に伝えるために発足した団体です。私の知る限りですね、諏訪氏、同じ諏訪流、諏訪氏一族の中でも、大宮流や根津流の継承者の方たちというのは、現在途絶えてしまっています。幸いにして、日本松先生をはじめとします研究者の皆様による、文献の報告や調査が進んでおりますので、私たちはその現代にから、伝え残している伝統とですね、その古い資料を協力して次世代に残せる伝統的な法要文化の在り方というのを常に、探求しているところであります。本日は、その技の一部でありますが、ぜひ見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。大塚さん、ありがとうございました。恐れ入ります。では、一旦下がって、いただきます。次の技の準備のために、一旦下がって、ください。先ほど、私がお話ししている間に、この4人の鷹匠さんが、この今回の会場を、ゆっくりと鷹を据えて歩いていらっしゃいましたが、実は、それは訓練の、鷹匠の訓練の、一つであります。というのも、皆さん鷹匠というのはただ鷹を飼ってるだけの人ではないんですよ。鷹を飼育するだけでしたら、ペットとしても飼えます。鷹匠というのは鷹の調教師なんです。
鷹を調教して鷹狩りに使えるようにするというのが、鷹匠さんのお仕事です。もともと古い、伝統の、昔の鷹匠は将軍や殿様にお仕えして将軍や殿様の鷹をお預かりして調教するのが役目です。ですから、鷹を万全の状態に仕上げておかなければならないというのが本来の鷹匠さんのお仕事です。それで鷹匠さんたちは訓練中に鷹をさまざまな環境に慣らすために、腕に据えて、鷹匠さんは鷹を上に据えて山や野原、時には街中も歩き回ります。それを据え回しと言います。そして先ほど、一箇所をぐるぐると、4人で回っていらっしゃいましたが、それは鷹を周辺に見せて場所と状況を、鷹に慣れさせる訓練ということでワマワリと言います。一見ただ回っているようにしか見えませんが、こうすることで鷹匠さんはこの場所に鷹を慣れさせているんですね。こうして、鷹匠さんは、お殿様たちのお仕事をしていたということです。はい、では、準備ができたようですので、振り返るという、技次、ご覧いただきたいと思います。これは鷹匠と鷹匠の間を行き来させる訓練です。やはり同じく訓練なんですね。一見簡単な訓練に見えますが、実は非常に大切な訓練です。よろしいでしょうか。じゃあまず見ていただきましょうか。鳥ちゃんじゃないよ。今解説が途中になってしまったんですけれども、これは何の訓練かと言いますと、お鷹は自分の調教を担当する鷹匠に一番なりやすいです。で、賢いですから人間の顔を識別して、見分ける習性があります。で、この傾向が強くなりますと鷹は人見知りをして他人の腕に据えられるのを嫌がってしまうことになります。先ほども言いましたが、鷹の主人は将軍や殿様であって鷹匠ではありません。鷹匠は将軍や殿様の鷹をお預かりして調教します。ですから調教師の鷹匠だけに慣れてしまってはいけないですね。なので初めて会う殿様にも人見知りをしないようにする訓練であります。以上、振り返りの、実演でした。高森先生、長高城ありがとうございました。それでは次にご覧いただくのは渡りという技です。これは木の枝に止めた鷹を鷹城の拳に呼び戻す技です。鷹狩りでは獲物が飛び立ったタイミングに合わせて鷹を放ちます。もしも鷹が獲物を捕らえることができなかった場合は近くの木に止まって鷹匠が来るのを待ちます。その時に鷹を呼び戻すため普段から訓練をしておきます。それが渡りの訓練です。
くんです。伸ばしていくと鷹の飛行技術は筋力を高める効果もあります。渡りに慣れてくると鷹は枝に止まる直前で上昇したり止まる場所を変えるなど野生の鷹と同じように変幻自在の動きができるようになります。小鳥たちが怖いもの知らずに大鷹の周辺飛んでますけれどもこのメスの大鷹さんはちゃんと稲田鷹匠の言うことを聞いて渡りを実演してくれてます。はい、どうも。では以上渡りの実演でありました。稲田鷹匠ありがとうございました。前に、少し松代藩の、鷹匠、というかなぜ、今回、3回目になりますけれども松代でこうした鷹狩りを開催することになったのか松代藩と鷹狩りの深い関係について、ちょっと私の方から解説をさせてください。話は、戦国時代江戸時代初期になりますけれども、徳川家康公は鷹狩りをこよなく愛したことで知られていますが大勢の鷹匠を召し抱えていました。その中でも特に重んじられたのが長野県の遠見出身の鷹匠根津松陽軒という人です。もともと小さな田郡の小さな漁師の一族ですが徳川家康がこの根津松陽軒を五千石の高い禄で召し抱えました。松代藩の筆頭家老の矢沢家よりも高い石高ですね。しかも根津松陽軒の後を継いだ甥の根津信政は神津の国豊岡今の群馬県高崎ですけれどもそこに1万石を与えられてなんと大名にまでなってます。この辺りだと須坂藩の堀家が同じ1万石ですね。それで根津松陽軒の弟子たちも加賀の前田家をはじめとして諸藩に招かれて仕え根津流というのは江戸時代の鷹狩りの最大流派になりました。当時の鷹狩りは鷹を使う技術だけではなく鷹に関わる物語や教養的なたしなみとして鷹狩りを行っていました。根津流は、家康に重用された根津松陽軒ゆかりの流派ということで格式が高く当時の武士たちに人気だったんです。はい、では振り旗の準備ができたようなんですけれどもその根津家がやはり、この松代藩の信彦に仕えていたというゆかりがあることから、松代は鷹狩りの聖地根津流の、本家本元という、ご縁がありますことを、お話しさせていただいた次第ですがよろしいでしょうか。はい、次の実演は振り旗といいまして、鳩を空中で大鷹が捕まえる実演です。大変トリッキーで美しい飛び方を大鷹がいたしますので皆さんぜひチェッカーを逃さずによろしくお願いします。素晴らしい。なかなか動いてるの人の手から飛んだ鷹が捕まえるというのは難しいんですけれども、稲田鷹匠が放った、
大鷹、見事に空中でキャッチいたしました。大鷹というのは、林の中を非常に、細かく飛ぶトリッキーな飛び方をする、猛禽類です。今のように、飛んでる獲物を美しいスタイルで、捕まえるというのは大鷹らしい、実演でありました。では、次はお楽しみの鷹匠体験に行きたいと思います。